大体次はまあ目線ね、目線がある程度一定に保つようにして、で顔がかしげるとこういうふうに体が振ってしまうから、ある程度目線を定めて動くようにしてください。じゃないと綺麗に見栄えが悪くなるとこうなってこうなってした。でこのまま入って、このままで、ここのところはなるべく振らないように。じゃないとこうなると絵的によく見えへんから、絵はこういう体がまっすぐなってるところで、こう入ったりすれば被写体が綺麗に映りやすくなる。そこだけちょっと踏まえて、死ぬのはそれ大体は。はいよ。